FTR を買うてね、あの2002年から西国33カ所巡りいうのをまあ始めたんですけど、この西国33カ所巡りっていうのがね、何やねんっていうとですね、この不信心な感じでね、スタンプラリーやないかって言われるとね、申し訳ないでね、そんなもんやって感じでしかね言いようがないんですけど、まあ、そういう感じでね、フラチな考えでその始めたのは始めたんですけど、走ってるうちにね、やっぱねええもんやっていうのが思いますね。なんかこう、まあ、結局のところこういろんなこう考えることができるということですね。無になれるっていうんですかね、淡々と走っていって、まあ、いい経験やったんですね。大体この西国巡りっていうのはね、まあ、由来なんか見てみるとですね、その大昔にその偉いお坊さんがですね、その閻魔大王にね、判子をね33個もろたわけですよ。地獄にね要さんね人間が来るわけですよ、悪いやつだらけで。でね、その閻魔に33個もろってですね、それを中山寺にその隠しとったと。でまあその33個のハンコをですね、まあ、ばらまいてですね、それをこう集めて回ろうやないかっちゅうのをまあ、始めたと。でその時は入らんかったんですけど、そこからね300年ぐらいして、今度火山天皇がねご出家なされてですね、でもう一回その入らしたとかいうね、そういうこう縁起っていうんですかね、由来があるんですけど、まあそういうのはどうでもいいと思うんですね。まあ実のところはまあ今で言うねなんとかツアーやとね似たようなもんやと思っとるんですけれども、まあ要は何百年間も、まあ、ずっとこうスタレントですね、続いてる一つの、まあ、旅の形態やということですね。まあ、昔はちょっと命を懸け取りましたけどね、今はねバスツアーでねこういろいろぐるっと回れるとかね、ちょっとも歩かないとかね、あるいはと添乗員の人がこうまとめてこのハンコを持ってきてくれるとかね、あるいはねもっとすごいのはですね、ハンコ集めビジネスがあったりしてね、勝手にやってくれっちゅうね、なかなかすごい感じなんですけど、我々このオートバイ乗りっちゅうのはねまだ昔っぽいですよ。オートバイで全札所を回るっていうとね命がけですからね、それでこけたら死にますからね、我々は事故るとね、我々はまだマシじゃないですかこれね、勝手に言ってますけどね。でね第30これまだ旗立ててね、これは岐阜県入って、これはもう谷組山にねほぼ近いようなとこでね休憩しとるんですけどね、前回のね32番からね結構ね間が空いとったんですね。これなんかね出発する気になれんかってね、これ日帰りでね400キロ以上走ったえぐい一日でしたけれども、最後にね谷組山華厳寺ですかね、もうこれ行きだけで疲れましたけどね、旗をね参道を旗ひら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 パタ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 さしながらねゆっくりね進んでいったんですよ。もうごく低速ですね。ちょっとね感慨深かったんですね。はあ、ついに満願までやってきたかと、なかなかの高揚感ですよ。一番印象深かったのはね、人間が少なかったのもあるんですけど、その参道をそのはためかせてね、ごく低速でこう入場していたって感じで、入山していったっていうね、いい感じでしたね。旗の魔力でしょうね。これね、昔のね新聞屋がね、昔でも大昔ですね、昭和30年代とかね、たまにテレビで出てくるね、車に車機ね、会社の旗をねパタパタさしながらね、俺は報道やみたいな感じでこうビャーッと進んでいくね、ああいう感じっていうんですかね、旗の魔力ですよ。こう有名なとこじゃこんなもんありますよね、伏見の幕府とね長州薩摩 の, あの
最後の戦いね、伏見での、ね、あの時もですね、あの長州の方はですね、こう旗をパッと上げるわけですね、錦の御旗、その途端にですね、戦意が上がるわけですね。旗のもとに大義名分ですよ、正義は我らにありですね。幕府はですね、錦の御旗が上がった時にですね、へなへなへなという感じでね、そういう気分にさすもんですね、旗っていうのはね。これ大義名分っていうんですかね、俺がね、わしが正義やとかね、俺はこうなんやとかね、俺が来たぞとかね、なんかそういうような効果がどうも旗っちゅうのにはあるみたいですね。あの硫黄島からの手紙とか見てもね、最後ね、あのアメリカ人があの旗を立てますしね、あの七人の侍なんかでも、あの侍軍、侍百姓連合軍もね、こうなんか旗立ててましたしね、鯉のぼりでもそうですしね、あの俺が正義だ感とかね、そういうののこう象徴かもしれないですね、あの旗っていうのはね。でまたちょっと麻薬成分もありますよ、ね、このね、あの旗の下でこう、なんか動く時にはちょっと危険なパターンもあるとは思うんですけど、元気のもとにあることはこれ間違いないですね。大体この後ろぐらいやつが旗を上げてるっていうのはよく考えたらないですからね。間違うたことでも何でも、こう旗のもとにみんなで一斉に押し切ってやろうっていうのは危ない面はあるかもしれないですけど、なかなかあの気分のね、カンフル剤っていうんですか、いいかもしれないですね。だんだんまたあの単車に旗立てたくなりましたね。一番の那智山からずっと走って、まあ33番、ここでね終了やったんですけど、でそもそもね、これあのもうに僕は20歳ですかね、もう20歳過ぎぐらいですよ。大阪のね、あの中央卸売市場っちゅうね、中央言うてますけどね、市場でね朝バイトをしとったわけですね。時給1400円でしたからね。でまあ中央でバイトしてる時にね、まあ、そこにね、あのまあ兄貴役みたいなやつがおってね、俺よりどうでしょうね、567ぐらい上やったでしょうかね。この兄貴がね、その西国めぐお寺巡りみたいなことやってんねんってね、ヤマハの XS250 とかね、ジャパニーズアメリカンみたいなの乗ってる人でしたけどね、こういう話をしてくれるわけですね、面白いってね。僕はもうその時にね、あのもう元気でしたからね、寺を巡ってなんやねんとか思ってたんですけどね、毎日話聞いてるうちにね、おもろいような気になって、ね、これは俺も行こう、行かなあかんなと思ってたわけですよ。行ったろうと思ってね、でずっと行ったろうと思い続けて10年ですよ。10年経ったわけですね。で10年経って、要はその大川っちゅう兄貴やったんですけどね、その大川さんよりもその年上になった俺がこう思い出したようにね、まあ、始めたって感じで、もうずっと長年心の中で温めてた企画やったっちゅうことですね。で実際も走り出したわけですよ。まあね、実際やってみるとね、人間ね、何もね、用のないとこにはなかなか行かないですからね。あの用のない時に行くっていうのはね、大体俺あの単車が納車になるとですね、単車を買うて、そのまま買うてからね、そこにあの走り出してたんですね。闇雲に地図も持たんとですね、もうその単車を動かすことのみに集中するためにですね、道全く関係なくね、どんどん走り出してね、夜中の3時とかまで走るっていうね、でそれがパターン恒例なんですけども、そんな時でもない限りね、用事ないところにはなかなか行かんですよ。その点でこの西国33箇所っていうのはこの用事を与えてくれましたね。今度はその25の次は26で、26はここやからここ行かない あかへんねんと、そういうのがないと一生行かんようなところですよ。そういう意味、そういうところが33箇所できたっていうね、これはね、世界広がるっていうか、もう僕は運転手ですからね、道を覚えるっていうのもあるんですけど、非常に楽しかったですね。せっかくね、まあ、オートバイ
校庭にオートバイがあるんですからね、温泉ツーリングとかね、なんですかその林道とかね、あと峠道とかね、観光地をこう回ったりとかね、いろんな使い方あると思うんですけどね、こういうそのお寺巡りっていうのもね、まああるっちゅうことですね。おすすめですよね。面白かったですね、なかなか。ただこうその観音様に対するその信仰がね、その生まれたかってね、これ言われるとね、正直ね、やっぱりね、そこまでね、あの現代平成24年なんですけどね、そこまでもう人間素朴になれないですね。もうね、もう無理ですね。信仰心っていうのは起きるっていうのはなかなかもう難しいでしょうね。まあ、信仰心テーマパークじゃないですけどね、そういうふうな感じ、そういう考え方もあるんだな、ね、いいとこは取り入れんといかんですけどね。あんまり神仏をね、きっちり信じてね、全身全霊で信仰にその身を捧げるみたいなね、そこまで僕はもう素朴じゃなくなってしまいました。まあせけどね、その純粋なね、その信仰心からね、この回る人っていうのもね、まあ実はね、おらへんでしょうからね、実のところ。大体はね、定年後暇になってね、回るとかね、旅行の言い訳とかですね、あるいはですね、なんかこう、なんかを、願い事があって、なんかを叶えてくれみたいなね、欲張りみたいな、傲慢なね、なんかこれやったらご利益があるんじゃないかとかいうのはね、全然信仰心とはその別の人で回ってる人っていうのが、の方が多いでしょうからね、別に構わんのですけどね。まあ、今思ってみたらね、その観音さんにね、一つぐらいなんかね、お願い、結構ね、お金も使いましたしね、一つぐらいお願いしてね、なんか一つぐらい叶えてもらってもよかったかもしれないですけどね、全山、観音様にですね、一応僕お願いはせずにですね、挨拶はしましたね。でね、実際ね、観音様ね、なかなか見れないんですね。秘仏とかですね、33年に1回とか言ってね、結構もったいつけますからね、実際は見れません。真っ暗ですしね、照明も。なんかですかね、僕来ましたらって言ってね、一応まあ、観音さんがほんまにおったら困りますからね、これね、失礼に当たりますからね、一応その、挨拶だけしてね、こんにちはって言ってね、挨拶を33回ね、させて、番外合わせてね、もうちょっと、させていただきましたね。でもその観音様っていうのもね、本当にいろんな観音さんがいてはってですね、観音さん一人かっていうとね、いろんな形をとってるわけですよ。手がいっぱいある観音さんとかですね、頭の上に馬の頭が乗ってる観音さんとかですね、なんかこう魔法のなんか紐みたいな持ってる観音さんとかね、いろんな観音さんがおるんですけどね。まあ、途中で思ったのはね、ウルトラに似てるんですよね、結局。ウルトラだけじゃなくてね、セブン、タロウ、レオ、エースとかなんかいっぱいね出てきてね、ウルトラなのにウルトラと言いながら実はいっぱいおるというね、あれに近い感じを受けましたね。ウルトラマンなんとかみたいなね。カノさんもね、ウルトラのない頃のヒーローですからね、要はね、勝手に来てくれて、勝手に我々ボンプを助けてくれるということですからね、もうウルトラですね、観音さんもね。